世界フェザー級チャンピオン柴田邦明、米倉ジム所属、39戦35勝、その中には22の KO、TKO 勝ちが含まれておりまして、2敗、錦脇、今年24歳、56.8kg、今日の計量も見事、第1回でパスしております。そして計量の後の身体検査でも体調は絶好調だという太鼓判が押されております。さあ挑戦者です。世界フェザー級2位のエルネスト・マルセル、パナマ、36戦して31勝、その中には19の KO 勝ちが含まれ、3敗2つの引き分け、今年23歳、57kg。このマルセル選手も今日10時から行われました計量で見事第1回でパスしておりまして、これまた検診の結果は体調実に良好ということであります。したがって非常にいい試合が期待できるかと思います。レフェリーがテイ・エイジュさん、韓国、そしてジャッジが犬飼信光、柏木亮二、この3種の審判で行われます。さあ八百田さん、はい、この第1ラウンドが非常に面白い、この辺を一つお話しください。はい、おそらく動きでもってごまかすマルセルですね、はい、おそらくそういう風に出てくるんじゃないかなと思います、ね。はい、原田さん、柴田はじゃあどういう出方でしょう。柴田君ですか。はい、僕はあの1回目からやっぱりなったらですね、はい、1回目突っ込んだ方がいいと思うんですけどね。あ、そうですか。合わせていかないと思いますよ。あ、まあ、意外に静かに出ましたね、柴田は。そうですね、あのビセンテ・サルジバルを破った試合でも試合が決まったのは13回ですが、第1ラウンドで見せた素晴らしい速攻が功を奏しています。つまり相手の度肝を抜きました。また6月のクロスを1ラウンド KO に放った時もやはりこの右のクロス気味のストレート、これが相手の出鼻をくじいた格好になっています。したがってこの強敵と言われる世界2位のマルセルを向こうに回して、第1ラウンドの柴田の動きが非常に注目されるところであります。なおルールは皆様よくご承知かと思いますが、最終ラウンドを除いてゴングによって救われることはありません。従いましてクルス戦で皆様ご承知のように第1ラウンドの3分4秒 KO 勝ちというケースもあるわけであります。今のところほとんど両選手手を出しておりません。わずかにエルネスト・マルセル挑戦者が攻勢に出ているようです。さあこういうスタートの仕方はどうですか、大分さん。柴田君、これは落ち着いてていいと思いますけどね、はい、もう少しね、リングの真ん中で、ね、はい、端へ端へ追うことですよ。はは、で、リングのそのコーナーですね、はい、コーナーの方へ、コーナーの方へ追って、はい、試合を挑もうというふうに持っていった方がいいと思いますね。リングの中央で試合をさせてはならないということですね。よく動かれますからね、はい。まあ、14センチと 15.5 センチの差があるこのリーチなんですが、原田さん、その辺はどうでしょう。そうですね、リーチの点は必要ないと思うんですけどね、はい、ただやっぱりマルセルは非常に動物的な勘といい動きといいね、はい、いいものを持ってるんですよね、はい、それに合わせておくとなかなかただ当たらないって当たればいいんですけどね、当たらないとですね大振りになったりね、柴田君焦っちゃうと上手くないんですよね、さあ柴田ようやくエンジンがかかってきた感じであります。両選手とも第1ラウンド早くもフェイントを見せています。小刻みに体を動かします挑戦者のマルセル。その相手をじっと見ている柴田、左でやります。左、さあいきなり右のストレートを放しましたマルセル。この人は公開練習でもスイッチしましたね、はい、しかしパンチはさほどでもなかったですね。あ、そうですか、はい、左でボディを伺いますマルセル。あっと右、いきなりまた右を出しましたマルセル。柴田の顔面がやや赤くなっています。相手の目をじっと見ています。チャンピオンの柴田邦明、もう時間がありません。第1ラウンド、第1ラウンド終わりました。八百田さんの採点は5対5で第1ラウンドを終わっております。原田さん、第1ラウンドをご覧になって両選手の目立ったパンチを拾いますとどういうのがありました。そうですね、柴田君はですね、はい、なかなか追わないですね、マルセルの入ってくるところの打ってましたね、はい、あれは非常にいいことですね、はい、今みたいな入ってくるときに相打ちみたいに打ってたのですね。なるほど、じっと待ってる、
まだ今のところそうですね、早い動きと合わせちゃうのでね、入ってくると相打ちでもいいですからね、パンチがありますから、はい、まあ、矢田さん、ようやくこの公開練習で見せたようなトリッキーな動きを見せましたね、はい、それとね、柴田君時々ね、左のガードを下げるでしょ、はい、ここを狙われるということがありますね、左のガードが下がる、はい、ちょっと下がるんじゃないかなと思いますね、ですからこれ左をフェイントでいいから出せば、はい、と思いますけどね、あ、そうですか、はい、さあ、カウンターになりました、原田さんがおっしゃった通り、相手の入ってくる時が柴田のチャンスでやります、よし、カウンターです、また右、あれ当たればいいですよね、そうですね、そして左のジャブが2発顔面でやります、柴田は相手マロセルの目を見ています、マロセルの視力は 1.5、 赤色しか色には弱いが、しかし視力の方は実に素晴らしく、両眼とも 1.5 という視力を誇りますエルネスト・マロセル、これまた相手の目をじっと見ています、やはりマルセルも怖くて入れないですね、なるほどね、思いっきり入っていこうかなと思ってもいけないですね、特にこの柴田は、まあ、サルジバルとかクルスとかですね、中南米メキシコ勢をこう非常に強烈なナックアウトで破ってるだけに、そのパンチ力はもうマルセルも十分に怖がってるようですね、さあ打ち合いです、左そして柴田の右、ラインダウンド早くも打ち合い、ワンツーを見せましたマルセル、ちょっとエコバルを叩きました、左です、そしてまた右、マルセルがようやく派手な動きを見せ始めました、そして右上から打っています、柴田奮戦、この辺りちょっとマルセルのリーチが気になりますね、またアッパーです、マルセルの右のアッパーを突き上げました、そして左、柴田の顔面が赤くなっています、柴田ロープを吊りしました、マルセルが攻勢でやります、左でボディ、非常に派手な動き、また右のストレート、柴田ちょっとロープを吊りした、柴田どうですか、矢本さん大丈夫ですけどね、はい、ちょっと僕はね、パンチをもらいすぎますね、もらいすぎ、はい、ちょっと打たれすぎますね、また右のアッパー突き上げたマルセル、しかし柴田の一回しました、また右です、そして左、今度は柴田の左、そして柴田の右、さあこのショートレンジの時のマルセルですが、原田さんどうでしょう、やっぱり柴田君の方がうまいですね、柴田君の方がうまい、はい、はい、第2ラウンド終了のゴング、まともに当たってないですからね、矢板さんの採点は5対4とマルセルが取っています、パナマ第2の都市コロンの出身であります、さあ原田さん、はい、今の第2ラウンドで、まあ、矢板さんの採点でもちょっと差が出たんですが、はい、柴田のどういうところがまずかったですか、やはりちょっと打たれましたね、はい、で打たれてもこれでというより勝ちようという気持ちですね、はい、やっぱりこの回もやってもらいたいですね、うん、ということは第2ラウンドで当たらないとですね、出しても当たらないとですね、はい、その焦っちゃうんですね、これ早いの動きの速い人たちですね、はい、僕もやっぱり自分でも経験ありますけどですね、そうするともう先に走っちゃって当てようと当てようと思ってるんですね、はい、気ばっかり焦っちゃってこんなパンチが本当に当たらないんですね、はあはあ、その点ズルズルって打たれてそのままはまっちゃうんですね、はい、その点を気をつけてもらいたいですね、ということは第2ラウンドちょっと相手を見すぎたということですか、そうですね、見すぎてもないんですけどもね、はい、やはりパンチに正確さがないんじゃないかなと思いますね、なるほど、第2ラウンド特に後半派手に動き回ったマルセルですが、この第3ラウンドはあまり動きません、逆に相手を見ています、柴田も相手を見ています、ちょっと睨み合いの状態が続きます、第3ラウンドです、柴田の左、そしてマルセルの右、ちょっとテンプルを捉えました、そしてまた左です、ローブローを注意されました、韓国のテイ・エイユさん、はは、今のフェイントもすごいですね、ただね、右をいきなり打ってくるときですね、はい、体をぶつけてきますからね、はい、これ気をつけなきゃいけないですね、はは、公開練習でもこの人はオーソドックススタイルですが、いきなり右から飛び込むというケースが多かったようです、そしてまた右のストレート、柴田カウンター、相手がガードを固めるその顔面へ、ショートレンジ
あっカウンター右です。強烈な柴田の右、ちょっと浅かったですね、はい、ちょっと浅かったですか。ガラスにまた右からの攻撃、そして柴田のまた右打ち合いです。あ、目切ったですね。あっとまた右です。柴田君ね、ちょっと来たですよ。ちょっと柴田危ない。青コーナーを背にしています。右目が切れましたか。右のちょっと来ましたね。ちょっと右目の上あたりから血が流れ出したようです、はい、これ弱気になっちゃダメですね、はい、さあ K さんがストップしました。試合をストップしています。大丈夫ということで第3ラウンド試合再開。残り時間はあまりありません。このラウンド左から飛び込んだマルセル、そしてまた右からはい、3ラウンド終了であります。八幡さんの採点、このラウンドも5対4と挑戦者のマルセルが取っております。打った開始ですからね、はいはい、さあ第4ラウンド原田さん、はい、この柴田選手のこの1分間休憩時における回数度というのはどんなものなんですか、はい、そうですね、案外の早い方じゃないですか。早い方ですか、まあ、第2ラウンド第3ラウンドとちょっと耐えすぎたという1ラウンド2ラウンドちょっと重いような感じしますね。なんかあ、まあ、このラウンドあたりですね、ウィビングなんかでも使ってほしいですね、はい、なるほど。状態の動きが普段の柴田ほどなかった、ちょっとないような感じしますね。早くも右目の上にこう薬を塗っておりまして、ちょっと痛々しい感じがいたします。チャンピオンの柴田であります。しかし元気にコーナーを飛び出しました。第4ラウンド、各ラウンドの最初はじっと相手を見ます。挑戦者のマルセル、そして中盤から後半にかけて猛攻を仕掛けてまいります。まあ、これはなんかマルセルの一つのパターンのようですね、はい、ラウンドの初めにじっと相手を見て、この時ですね、柴田君が少しでもこう打ちながら出ていくことですね、悪いですね、このボディもね、いいボディを打ってますね。柴田の右のダブル2発もね、顔面に入ってよかったんですが、さあまた右目の上が切れました。柴田やはりボディ攻めるのはいいことですよね。柴田君もボディを攻めるって言ってましたからね。さあちょっと今優位に試合を進めているコーナー、マルセルのコーナーをちょっと読んでみたいと思います。いかがですか。ちょっと打たれてますね。お返しします。どうぞ。激しい試合です。第4ラウンド、ものすごい試合になりました。あっと今の左は強烈なマルセル、そして右のストレート、柴田危ない。柴田ちょっと右目の上の血が激しく流れ出しています。バッティング、ロープを背にしています。柴田ちょっとチャンピオンとしては苦しい戦いになりました。さあ右です、強烈の右、チャンピオン柴田右、また右、あっと頭が危ないですね。非常に長い右のリーチ、ジャブというよりも相手との距離を押し測るようにぐっと伸ばします。右目の上が相当激しく切れました。チャンピオンです。原田さんどうですか。これ頭ですね、頭ですね、あまたその顔面に集中攻撃。マルセル右打った後すぐ頭持ってくるんですよね。第4ラウンド終了しました。八百田さんの採点はこのラウンドも5対4とマルセルが取っています。これから第5ラウンドを迎えます。今ご覧いただきましたようにロサンゼルスから参りましたジャニーさんがこの柴田のコーナーについておりまして、この人は実に9回目の来日ということで世界一のカットマン、血を止めることにかけては世界一というジャニーさんがこの柴田のコーナーについておりまして、今のところ、まあ、血は止まっているようですが、しかし第4ラウンドの後半相当矢田さん激しかったですね、はい、柴田君ね、一発打たれるとね、手が出なくなっちゃうんですね、はあ、そうじゃなくもっと体を寄せるか、はい、うんと離れるかどっちかにして中間距離じゃないことですね、はい、まあ、一番危ない距離で打ち合ってしまったという、はいはい、はあはあ、それとね、マルセルが出入りがいいですからね、はい、それはもう気をつけないといけないですね。
レフェリーの T さんも休憩時間の1分間を利用しまして青のコーナーに参りまして頭に気をつけるようにマルセルのコーナーに注意を与えましたが、パンチそしてバッティングと両方の影響で柴田の右目の上が大きく口を開けております。ラウンドの後半になりますとまた血が流れ出します。柴田このラウンドもやはり今までの4ラウンドまでと同じくマルセルは手を出しません。ずっと見ています。さあ今度はちょっと今戦況不利かと思われます柴田のコーナーを呼んでみたいと思うんですが、泉さんいかがですか。はいはい、柴田の右目の上の傷ですがね、はい、松本トレーナーの話によりますとね幅4センチぐらいちょっと深いということですので、このままいきますとちょっと気がかりですね。なるほど。それからインターバルに戻りました時にね、はい、カウンターが当たってると頑張れ柴田とかなり激しい口調で激励しておりますセコンド陣、はい、こんなところです。はい、フジテレビの泉アナウンサーが赤コーナーに行っておりまして、まあ、傷の模様など聞いてみましたが4センチというのは原田さんどうですか。ちょっと大きいですね。大きい、まあ、深さがねどの程度か分かりませんが、ね、このまま行くとちょっと苦しい戦いになりそうだという。ただ回がまだ浅いだけにですねちょっと心配ですね。さあ左です。しかしマルセルもいい右のショートアッパーを返しています。半分スイッチしたような格好になりましたマルセルです。右でフェイントを見せて左を打ちました柴田ですが当たっていません。また逆にマルセルの右、また頭、テイさんがマルセルに注意を与えました。確かに八幡さんのお話のように右を打ったとき体ごとこう、まあ、頭を下げてぶつけてきますね、はい、また頭です。右を打った後必ず頭がきます。まあ、右の後左を出しますと綺麗なワンツーストレートという形容なんですが、右の後に頭が来る挑戦者のマルセル。第5ラウンド終わりました。このラウンドは八幡さんの採点5対5と差が出ておりません。収益金の全額が奨学金として交通維持に寄付されることになっております。また交通維持や恵まれない子どもたち、さらに身体障害者施設の皆さんなどが、まあ、テレビ愛媛のご声によりまして300人がこのリングサイドに招待されております。試合は第6ラウンドでやります。第5ラウンドちょっと両方とも手数が少なく、いよいよ試合は中盤に入っておりますが、柴田さんちょっと柴田が足を使い出したような感じですね。そうですね、もっと柴田君が ボディですね、はい、マルセルのボディストレートなりボディちょっともっともう少し攻めてもらったらいいと思いますね。あ、まあ、今度の試合に際しては、とにかくボディを打たせることを徹底的にやったという米倉会長なんですが、今まではそれがあまり出てないそうですね。自分でも言ってましたから、そうですね、もう少し早くやってもらいたいですね、はい、やはりボディはエンジンですからね、はい、エンジンを止めることですよね。あ、車でも同じですよね、エンジンを止められるともちろん車の車輪足も止まってしまうわけでありますが、そしたらもうやっぱり柴田君もだと思うんですけどね、はあ、やはり離れて顎より顎は顔面はね、はい、ヘッドツイックなり避けられますけども、ボディはやっぱりそこに動けないですからね、はい、やっぱりボディはストレートなり左になったら決めたらいいんじゃないかなと思いますよ。それからまあパンチ力では自信のある柴田なんですが、この5ラウンドまでのナックアウトは非常に多いけれども6ラウンド以降非常に少ないですね、ナックアウト勝ちが。まあサルジバルの13ラウンド TKO というのがありますけれども、はい、まあ、このパンチ力というのはやはり後半になるとなくなるもんなんですか。柴田君の場合思いっきり打ちますからね、はい、どうしても後半は少なくなりますね、はあはあ、そうしますと、まあ過去のサルジバル戦フルス戦で見せたように、まあ右の一発でチャンスをつかんでその後コンビネーションで相手を倒すというふうな一つのまあパターンですね、はい、それはこの試合に関してはまあ崩れたと、ね、この試合こう見てますとね、あまりにもちょっと硬すぎるんじゃないかなと思いますね柴田君、はい、もう少しこう体を揺すってうまく反動を使って打つと、そういうものが欲しいですね。今回何か構えてみる回が多いですね、はい、また右目の上が相当激しく血を流しております。あっとまた下がりざま左のアッパーを突き上げますマルセルです。左のストレート、あ、どうも、あ、また頭ですね、あ、つい
減点されました。韓国から参りましたレフェリーのテイさんがマルセルのバッティングに対して減点1を両ジャッジに伝えております。第6ラウンド従いましてマルセルは満点5点を取りましても4点が記録されます。しかしそれにしても柴田の右目の上の傷は激しい血の流れ方です。あれだけ出るとやりにくいですね。第6ラウンド終了。八百板さんの採点は5対5とタイでありますが、ヘッディングによりましてマルセル選手が1点減点されております。世界ランキングに顔を出したのはこの挑戦者マルセルの方が早く、去年の5月に第10位にランクされております。一方の柴田の方がランクされましたのは去年の8月に世界ランクの8位に入っております。しかし両者とも非常に似たような経験の持ち主、キャリアの持ち主であります。もうこの試合は開始当初から柴田が右目の上を切りましてちょっと苦しい戦いを続けておりますが、必要にその目の傷をめがけてパンチあるいはこの頭をぶつけてまいります挑戦者のマルセル。先ほどもご紹介いたしましたがこの試合は衛星中継を使いましてパナマにも同時中継されております。日本の夜8時が向こうでは早朝朝6時ということで、公務員は朝7時の出勤でありますが、今日は出勤時間を8時に遅らせてみんなテレビを見てから会社にやってこい、官庁にやってこいというお触れが出ているそうであります。まあ、その期待に十分応える綺麗な試合ぶりを見せてくれますかマルセル。この前のラウンド6ラウンドではバッティングによって減点1を取られております。さあ八百板さん、この回の柴田ですが、なんかその戦法の上で変わった点は見られますか？いや、見られないですね。うん、ということはまだコーナー自身がなんか迷ってるっていう感じでしょうか？打とうか打つまいかと迷ってますね。思いっきり差がないですね。なるほどね。まあ、したがってチャンピオンの柴田としてもちょっと中途半端な気持ちでリングに上がっているということが言えるかもわかりません。思い切って左を伸ばしますが届きません。とにかく14センチと 15.5 センチというリーチの差がここでも出ております。なんとか中へ入って相手のボディを打ちたいという柴田ですが、なかなか中へ入れません。田田さん、まあこういう時ですね、中へ入れボディを打てということはまあ言えることなんだけれども、柴田としてはどういうふうにこう入って打つんですか？やっぱりですね、あそこ下がっちゃダメなんですよね。下がっちゃダメ、やっぱり、はい、次打とうと思ったら次いないでしょ相手も。だからなかなかまた置いちゃうんですよね。なるほどね。だからやっぱりしついたら奥へ入っていくべきですよね。あっと右です、カウンターになりました。そしてまた右のアッパー、左は空振りマルセル。とにかくこの人は足がある、そしてパンチ力もある、また持っている武器もストレート、フック、そしてアッパーと誠に多彩であります。コンディションは悪いんじゃないですか？悪いですか？強烈な右が入ったところでゴングでやります。第7ラウンド、このラウンドは5対5、八百板さんの採点では差が出ておりません。赤コーナーの、じゃ柴田のチャンピオンのコーナーを一つ読んでみたいと思います。泉アナウンサーお願いします。はいはい、柴田の傷ですがね、さらに広がっているそうです。それであの傷の分だけいつもの柴田よりも動きが悪いということを、はい、あの米倉会長言っております、はい。アドバイスとしてはですね、ウィービング、もっとウィービングして、中へ入らなければいけない、はい。それからあのショートをもっと出せということをアドバイスしております。あ、そうですか、はい。まあ、八百板さんの採点でチャンピオンがややリードということを申し上げましたが、挑戦者のマルセルがリードしておりまして、まあ、苦しい戦いを強いられている柴田のコーナーですが、今の指示ですね、八百板さん、どういうふうにお聞きになりました？もっとウィーブして、そういうことですよね。もっとあの
もっともっと体柔らかく使って中に入ってボディからあごボディからあごと張り番号行かないきゃダメですね、はい、あまりにも手を出さなすすぎますね、手数が少ない、もっともっと手出さなきゃダメですわ。このラウンドも1分を過ぎますとやはり血が流れ出します。ああまた右です。そしてボディ思い切って左を振るいますが、これも浅い。チャンピオンの柴田左です。さあまた左、ちょっとマルセルのパンチ力がなくなりました。今までは気が弱い気が弱いと言われたこの柴田ですが、しかしもうこの試合は開始当初から血を流しながらファイトの点では実に立派なものであります。堂々とマルセルと打ち合っております。左です、チャンピオン柴田の左です。マルセル左のアッパーから右も突き上げます。右同士が相手となりました。そしてその後マルセルのまたワン・ツー、まあ、今ようやくあの左のダブルを見せましたが、はい、これもそういえば今夜の柴田ではあまり見られなかったですね。そうですね、それとあのあともっと追っかけなきゃいけないですよね、はい、公開練習でも左のダブルフック、そしてさらに三段打ちボディで左2発打ってその後顔面へ返しまた右をフォローするという柴田独特の素晴らしい攻撃を見せておりましたが、この試合ではまだそれが見られません。また血が流れ出しました。第8ラウンドも残り時間が少なくなっています。あと10秒を切りました。あーもう血がこう滴ってますね。あー柴田苦しくなりました。相当深く切れているようです。第8ラウンド終わりました。八幡さんの採点は5対5とこのラウンド差が出ておりません。まああの柴田の左がちょっと横からでしたけれども顔面に当たった頃からなんか、ね、僕はねあの右のクロスね、はい、今が使えると思うんですよね。あのスピードがなくなってきましたからね、はい、さあこのラウンドは柴田動きが違います。非常に良くなっています。八幡さんのお話のように前のラウンドあたりからちょっとマルセルの動きが鈍くなってきた。柴田としてはチャンスであります。第9ラウンド柴田は 22KO のうちこの第9ラウンドで相手を仕留めたことは過去2回あります。後半になるとナックアウトが少なくなると先ほど申し上げましたが、この9ラウンドは2回相手を KO しております。さあ右です、右で脇腹を打ちました。このラウンドは柴田の攻勢が目立ちます。マルセルは出てきません。やはり柴田のパンチ力にちょっと恐れを抱いているという感じでしょうか、はい、それとね柴田君一発ボディでも当たったらすぐ攻めてもらいたいですね。なるほど、これは原田君だったらねいつもバーッと攻めるんですけど ね、 さあ今度は一つ挑戦者マルセルのコーナーを呼んでみたいと思います。井出野さん、井出野アナウンサー、はいはい、青コーナーです。マルセルの方ですけどもね、頭を使ってると盛んに注意されてるけどもあれは決してバッティングじゃないという抗議を大きな声でしておりました、はい、それからあのラウンド中はほとんどアドバイスをしておりませんけれども、はい、ラウンド終わった時に大きな声でもっともっと攻撃しろと盛んに言っておりました、はい、ああそうですか、はい、マルセルのコーナーはバスケスマネージャー、このマルセルはパナマの名マネージャーと言われたクレッシュの秘蔵っ子ということでしたが、そのクレッシュの元を飛び出しましてバスケスマネージャーの胸に飛び込んで今夜がその第一戦であります。ロドリゲストレーナー、エネヘトレーナー、そしてモリストレーナー、こういったところがマルセルのコーナーであります。さあ柴田接近戦を挑みますが、そして思い切って振りました。左がまた当たりました。しかしマルセルもアッパーで反撃。あ右です、柴田の右カウンターになりました。マルセルの足が止まりました。マルセルの足が止まった。さあまた右です、そして左を突き上げた柴田、また左、残り時間30秒を切りました。第9ラウンド、この回いい状態ですね。マルセルもしかしよく手を出します。またアッパーです、左右のアッパー、下がっちゃったですね。
もう本当に疲れてるのが両方だからね、はあ、柴田君も早く柴田頑張ってもらいたいな。バング2ラウンド終わりました。このラウンドも八百板さんの採点5対5差が出ておりません。世界タイトルマッチ15ラウンドの終盤10ラウンドに入ります。赤のコーナーを飛び出した柴田。原田さん、原田さん、相手を誘っています。両手をだらりと下げまして、さあ打ってこいという柴田。原田さん、はい、あの前の9ラウンドあたりからちょっと柴田がなんか戦法を変えたといいますか、攻撃の方法が変わりましたね。ちょっとあれ使ってますね。やはりワン、ツー、スリーまで打ってもらいたいですね、はい、まだスリーが今のところ出ないのが物足りない、出ないですね。やはりあの相手もやっぱりバテてますからね、はい、やはりここはやっぱりもう柴田君も歯を引き締めて頑張ってもらいたいですね、はい、自分も苦しいけれども、ここまで来ると相手も苦しいんだということですね。打ち負けちゃダメですね。睨み合いが続いています。この後打ち合いになった時、どちらのパンチがより正確に相手に当たるか。この辺り1分を経過したあたりはまだ睨み合いです。左です。しかし左一発柴田、右はフォローできません。そして今度は右から入った。そして左を返します。また左、柴田のこの攻撃方法では八百板さん、マルセル手が出せないようですね、はい、そうですね、はい、これも入っていいと思いますね。それと手を出すことですよね、はい、柴田はとにかく手を出すことだという八百板さんのアドバイス。あっとちょっと手を下げたところ右当たりました。マルセルの右です。ちょっと今の左オープンですね、マルセル、ね、はい、手を開いて打ちます。マルセルこうに抜かれるとやっぱりなかなか当たらないですからね、次が続かないんですよね。試合もこの辺りまで参りますと、もう両選手とも非常に苦しいところ、苦しいのは柴田もマルセルも同じでやります。しかし7ラウンドあたりからにわかにこのマルセルの動きが鈍くなっていることは感じます。手数もめっきり少なくなっています。マルセルの右ですが、しかしバシャッという音、これはちょっとオープン気味のブローかと思います。挑戦者のマルセル、そして今度はローブロー、ベルトラインより下を打ってはいけません。ゴング、第10ラウンド終わりました。八百板さんの採点は5対5差が出ておりません。気を止めることにかけては世界でも右に出るものがないと言われる名カットマンでやります。さあこのジャニーさんに送り出されてコーナーを飛び出したチャンピオンの柴田、さすが足のマルセルもちょっとこの辺り動きが鈍く、またそれほど軽快な足の動きが見られなくなりました。柴田としてはこの回あたりからがチャンスでやります。これをね、手出しながらやったらいいんですよね、フェイント気味にね、フェイント気味にね、はい、状態をくつかみに動かして相手のこう目標をそらすような感じ、そしてさらに自分もパンチを出さなくてはいけません柴田。でもちょっとボディが足んないですよね。ボディが足りない、もう少しあの上下ボディを打ってますね、はい、自然にもっとですねガードも下がるし足も止まると思うんですよ、はい、そうするとあの柴田君の左服右服なりはねもっと生きてくると思うんですよね、はい、当たらなくてもやっぱり打つような格好を見せた方がいいんじゃないかなと思いますね。柴田の手数が少ないというご指摘ですが、睨み合いが続きます。第11ラウンドチャンピオンの柴田、挑戦者のマルセル、ともにこの11ラウンドは過去1回しか経験しておりません。10回戦は何回もこの両選手経験しておりますが、
12ラウンドを1回ずつ戦ったことがあるだけで、経験するのは2回目というこのラウンドでやります。まあ、そういった点で原田さんもあの37年のポーンキングピッチとやった世界タイトルマッチのまあ初めの試合ですね、初めて経験するラウンドを前にした時の気持ちというのはやはり違ったものがありましたか。いや、やっぱりあのそんなに気にしないもんですね。気にしないもんですか。ただあの中盤戦やっぱり疲れたなと思いますけども、あとはやっぱり自分の気持ちの問題ですね。そうですか。世界タイトルマッチは15回戦であります。ああ右です。しかしこれはそれほどダメージはないでしょう。浅い感じで当たりました。柴田のダブルですが、これもちょっと踏み込みが足りません。しかしまあ根性の男ファイティング原田さんもご覧になってますが、今夜の柴田のこのファイトは立派ですね。はい、立派だと思いますよ。相当に激しい血を流しながら、しかし11ラウンド懸命に戦っておりますチャンピオンの柴田。グローブで自分の目の上の血を払いのけます。柴田君アグについた時ですね、やっぱりあの何回も言ってるようですけどね、今のあの腹をですね、ちょっとステップしてあの真ん中に打ったらいいんじゃないかなと思いますよ。こういうもみ合いは疲れますからね。疲れますね。11ラウンド終了。八百田さんの採点5対5とタイでやります。リーチの差がやはり八百田さんの採点の上にも現れておりまして、やや挑戦者のマルセルがリードして試合は12ラウンドに入ります。八百田さんはこれだけ深く、まあ、しかも長く切りますと、この視力の点でですね、はい、何かね、僕は右のあの気になるんですけどね、その右の目が、右の目が、はい、意外と本人ぼやーっとしてるんじゃないかなと思いますね。はい、それと両眼のこう視力に食い違いができますと距離感が変わってきますよね。はい、ですからね、左を避けもらいすぐという結果が出るんじゃないですかね。この辺で一つ挑戦者のマルセルのコーナー、青コーナーを呼んでみたいと思います。井出のアナウンサー。はい、青コーナーです。マルセルほとんどボディを打たれていないから、これからもスタミナは十分大丈夫だという話をセコンドしております。それから盛んにあの間を詰めろ、前進して積極的に攻撃しろということを言っておりますね。はい、まあ青コーナーの情報ですが、この感覚を詰めろという指示はどうですか。もう怖いということはないからないですかね。さあ原田さん、お話の途中、今の柴田のパンチはどうです。いやちょっとまともに当たってないですね。当たってない、はい、あ左です。逆にマルセルの左、そしてまたしつけっていうことはですね、はい、僕しつけやっぱり中途半端だとやっぱり柴田君のパンチが効きますけどね、はい、しつけすぎたら届かないと思うんですよね。あ右です。また右、左は空振り。柴田の顔面に集中攻撃、柴田右のアッパー。さあ左、柴田も力を振り絞っての左。マルセル右、また右のストレート。あれはこういう動きもあるんで嫌な、疲れますからね。柴田足を止めてはいけません。さあマルセル猛攻です。柴田も奮戦、柴田奮戦、柴田頑張れ。ロープを背にしています。左は空振り。相当激しく血を流しています柴田。今度は自らのコーナーを背にしています。マルセルの右、そして左。頑張れ柴田。さあ柴田頑張れ。柴田足が止まりました。柴田ロープを背にしています。さあ残り時間30秒。持てる力を十分に発揮したおすすめチャンピオン。さあ柴田、しかしまた右だ。右が当たった。柴田の右、また右。柴田の左。原田さん、今苦し紛れですがね、はい、柴田こういう体勢いいんですね。今入りましたよ。ゴング、12ラウンド終了。
しかし八百田さんの採点、このラウンド 5-4 と挑戦者マルセルが取っております。さあこれから13ラウンド、この第13ラウンドは右の挑戦、チャンピオン柴田、そして左の挑戦者マルセル、共に1回も経験したことのないラウンドでやります。全く未知のラウンドに挑みます両選手。12ラウンドでは八百田さんの採点、中盤ずっと体を保ってまいりましたが、挑戦者のマルセルが取っております。差が出ました。前のラウンドでやります。しかし八百田さん、あのラウンドの後半ですね、はい、苦し紛れにこう柴田が前に出ていって、右のフックですね、はい、左、これは良かったんですけどね、もう一息だったですね、はい、しかしそれだけにですね、苦し紛れでああいうパンチを打つんじゃなくて、自分から入っていってああいうパンチが打てたら最高なんでしょうがね、はい、なかなか相手がその上手いですからね、はい、どっから手が出るか分かんないから、やはり柴田君もいけないんじゃないですかね、はい、このマルセル、世界的には全くの無名でありましたが、今日解説席にお迎えしているファイティング原田さんが15ラウンドフルラウンド戦いました。第4回の確か防衛戦だったと思いますが、コロンビアのカラバロ選手を2ラウンドでマットに沈めております。さらには世界ランカーロベルト・デュランを破り、そしてマルカルにも、世界チャンピオンのマルカノにも2戦して1勝1引き分け、なかなかの強敵でありますこのマルセル。13ラウンド、柴田この回また手が出ません。ようやく左を振るいましたが、これは空振り、空を切っています。相当気が激しく流れていますが、赤コーナーの泉アナウンサー、はいはいはい、先ほどのね、あのインターバルの時のあのお客さんの声ですね、これをバックにあるセコンド陣がこの声を聞けと、精神力だ、勝てるんだということでですね、はい、セコンド陣がかなり興奮気味だったですね。あ、 それからマルセルも疲れているんだから休ませるだということを、はい、会長言っております。なるほど、はい、柴田は右目の上を切り、そして左目も赤く腫れ上がって、相当にこれはやはり顔面を打たれている証拠であります。目が塞がりました柴田。そしてマルセルはほとんど攻撃を休むことなく続けています。あ、また目が切れました。左です、右です、そして左、ちょっと傷が広がりましたね。広がりました、はい、このラウンド時間がありません。13ラウンド終了。このラウンドも5対4、挑戦者マルセルが取りました。解説者八百田さんの採点です。バスケスマネージャーがなんかあのドクターの方に来ましたが、これはアピールしてますね。もう傷が深すぎるんだということですよね、はあ、しかしチャンピオンの柴田、持てる力をフルに発揮せんものと闘志を振り絞ってコーナーを飛び出しました。あと残すはこの14、15、2ラウンドだけであります。苦しい戦いは続けておりますが、気が弱いと言われたチャンピオン、昔の柴田の姿はありません。非常にいい試合ですよね。いい試合ですね。やはり僕ら見せても、はい、なんか涙が出るような。なるほどね。ドワイト・ホーキンスに敗れた時の柴田の言葉、もう4回終わった時に俺はもうリングの上に寝てやろうかと思った、こういう柴田の言葉が今思い出されますが、もうそういった弱気な柴田の姿はリング上にありません。立派なもんですよね。やはり世界チャンピオンだって自覚なんでしょうね。なるほどね。第14ラウンドリングの中央です。しかしドクターに見せないということはおかしいですね。1回もまだそうですね。今日は、松山ですので、コミッションドクター川辺さんですが、もちろんリングサイドにその川辺医師の姿も見えます。相当ひどいですよね。だいぶ広がってますね、そのチャンピオンの柴田を軸に左へそしてまた右にと目まぐるしく依然として足を使い続けます
挑戦者のマルセル。八幡さん、柴田のなんか特効薬はないですかね。本当ですね、不思議ですね。いやいや、あんまりマルセルも無理をしないですね。マルセルが無理をしない、ちょっと隙を見ては入ってきますけどね、はい。右で脇腹を打ちますマルセル。そして上の右、さあ柴田のチャンスか。しかし後がフォローできません。また左、これは当たりました。右です、強いパンチです。チャンピオンの強いパンチ。あの後ですよね、すぐ打たれますからね、もったいないですね。そうですね、普段ですとあの後一気に畳みかけるコンビネーションブローを持っている柴田なんですが、今日は後が続きません。さあ残り時間10秒割っています。14ラウンド、14ラウンド終了。あと残すは1ラウンドのみ。このラウンドは 5-4 と初めてチャンピオンの柴田が取りました。八百田さんの採点です。右のチャンピオン柴田も世界タイトル戦はこれが3回目ですが、1回目が13ラウンド、2回目は実に1ラウンドで決着がつきまして、最終ラウンドまで試合が持ち込まれたことはありません。一方の左側挑戦者マルセルも世界タイトル、これが初挑戦、従いましてこの最終ラウンドの経験はありません。そういった両者の戦いですが、八百田さんの採点ではこのラウンド、最終ラウンドを迎えるまでちょっとチャンピオンの柴田苦しい戦いになっております。従いましてこのラウンドに全てをかけます。チャンピオンの柴田。原田さん、はい、今までと違って柴田もですね、はい、このラウンドだけだという気持ちになればちょっと変わった攻撃が見られるんじゃないですか。そうですね、もうこの回で1回ですからね、はい、やってもらいたいですね。さあ柴田、まだ当たれば倒すパンチあると思うんですから、はい、もうこの回1回のつもりで思い切ってやってもらいたいですね。そうですね、はい、まあ、あと何ラウンド戦わなければいけないという計算がこれでなくなりました。このラウンドさえ頑張ればという柴田、その意欲の表れがこのラウンド開始の猛攻になって表れております。この逆にマルセルはもう無理をしないですね。無理をしない、このあたりもなかなかうまい戦法であります。挑戦者のマルセル、世界第2位であります。花輪は過去2人のチャンピオンを生んでおりますが、現在チャンピオンはおりません。ラグナがイギリスのブキャナンに王座を追われまして、大都級の王座をすでに降りておりますので、現在パナマにチャンピオンはおりません。さあ柴田左だ、下がりながら左、そしてまた右のショートアッパー。このあたりはショートレンジの打ち合いになりました。右です、あっとこういう距離は危ない。右です、左は相手の首に巻きついた柴田。さあ残り時間はあと1分であります。柴田2度目の防衛なるか。マルセルの世界初挑戦が功を奏すか。もう壮絶としか形容のしようがありません。全くもう壮絶な試合となりました。頭を下げて相手の懐を伺います。柴田あと右を食いました。マルセル右が2発、そして左。残り時間30秒すでに切っております。最終ラウンドも残り時間あと20秒。右です、左です。マルセルこのラウンドも後半になって手が出てきました。さあ柴田頑張れ、チャンピオン頑張れ。ゴング、試合終了。世界
回フェザー級タイトルマッチ15ラウンド今両選手戦い終わりました。今ジャジペーパーの集計が行われておりますが、八百板さんと原田さんに一言ずつその判定が出るまでにですね一言ずつ伺いますが、もう今の一番なさる心境どんなもんですか八百板さん。は今この試合を見終わった後のお気持ちとして、はい、やはり柴田君馬さんに負けたと、けたそれとあの目を切ったアクシデントですね、はい、ねこれは最後まで響いたんじゃないかなと思いますね、はい、原田さんの今の心境は。僕はですね、非常にもう柴田君よくやったと思います、はい、我々若い者にとって勇気づけられましたね。勇気づけられた、非常にあの涙が出ます。そういう気持ちです。なるほどね、涙が出るという、まあ、原田さん、まだジャジペーパーの集計が終わっておりません、このリングサイドにも柴田選手の右目の上の血が飛んできておりまして、八百板さんのこのジャジペーパーのところにも赤いものが飛んでおります。まだジャジペーパーの集計が行われておりまして発表されておりません。パナマからフェルナンデスアナウンサーが駆けつけておりまして、同時中継でパナマにも送られておりますが、まだ集計の結果が出ないようです。ちょっとしかし気を持たせますね。本当ですね。あ、テイさん、ようやく青コーナー挑戦者のマルセルを指しました。マルセルタイトルダッシュであります。柴田選手が WBC の第5代のチャンピオンでしたが2度目の防衛ならず。ご覧のように地球の裏側からやってまいりましたマルセルが日本のチャンピオン柴田を破って第6代の WBC 世界チャンピオンに決定いたしました。それではこの辺で松山からお別れいたします。解説は八百板貞夫さん、ファイティング原田さん。